お集まりの皆さん、お疲れ様でございます。道行く町の皆さん、お疲れ様でございます。今ご紹介いただきました西村でございます。今日私は、ここに書いてありますように、長崎原爆70年昨日でした。今、仙台原発再稼働、繰り返していいのでしょうかと今の思いを書いてまいりました。昨日8月9日、その前の6日もそうですけれども、70年前の原子爆弾、それがいかに悲惨な被害をもたらしたのかということを改めてまたかみしめながら、テレビの前に襟を正して座って70年前のことを見覚えをいたし、そしてある被爆者の方は、あの70年前に被爆した時よりもその後の70年がもっともっとつらかった、そういうことをしみじみと実感していらっしゃった、その言葉が本当に答えました。70年前の広島長崎のこと、あるいは沖縄のこと、それを私たちは忘れてはならないと思います。しかしそのこともそれから4年前の福島のことも忘れたのか、心に染みていないのか、私たちのこの国を政権は戦争不安もそうですけれども、早く安全も十分に確認されない、確保されていない中で原発の再稼働を懸命に推し進めてきております。この度は九州仙台原発の再稼働というのことで、断固これは許すことができない。新聞にこんな句が掲げられておりました。過去に目を閉ざす者らの帰るな、過去に目を閉ざす者らの帰るな、過去に目を閉ざした人々がまたぞろ戦争への道を国民に歩かせようとしている、あの福島の被害が全く収束の目処も立っていない、そして日本中の原発の核のゴミが、核のゴミをどう処理するかの目処も立っていない中で再稼働を進める、これはまさに過去に目を閉ざす者らの変えるこの夏と言わざるを得ないと思います。私たちは過去に目を閉ざしてはならないのです。あのドイツのワイツェッカーがそういう名言を残しましたけれども、私たちは過去に目を閉ざしてはならないと思います。70年前の過去、40年前の過去、それ5年前の過去です。今仙台原発の再稼働がされようとしております。これは私たち人間の良識を踏みにじる暴挙であると言わざるを得ません。断固声を上げて抗議をいたしましょう。この国の権力が次々と打ち出す横暴にノーの声を、市民の声を皆さんと共に上げていきましょう。そのことを会場にお集まりの皆様、町の皆様に心からお伝えしてご挨拶をさせていただきます。ありがとうございました。
原発水素ネットワーク松本の西村代表に仙台原発再稼働反対緊急アクションの呼びかけ挨拶をいただきました。